みんな、いい日してる？店長でーす。本日は何がしたいかっていうと、はい。てでってってで、てでってってで、てでってってで、まあ、早く言え。夜中の3時だから。もう眠い。私たち昔、本当に暇すぎて、うん、お互いがお互いにお題出し合って、絵心勝負みたいなのをしてたんですよ。覚えてる、携帯の写メとかでやってたやつよね。あ、セーラームーンコナンとかあったよね。そう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 。私まだその画像はあるんで、うん、その時のってこれにてててててててまだあんの？モサじゃね？モサでしょ。マジでモサ持ってるから。ということで今日はお絵描き絵心対決やってね。やってね。お息してんなー。てなわけでお題を、まあ、3つほど用意して、うん、でそれをお互い見えないところでカキカキしてどっちがうまいかっていうのを審査員いないんですけどこうやってバンって出してくんでっていうただのお絵描き動画いいと思います。てなわけで早速レッツラゴー。中に3枚贈呈します。ガトショコ、うん、ガトショコ3ガトショコ1個目のお題ドラえもん。いいよ。思い出せます？思い出せる。私もうろ覚えですけど。では早速ドラえもんを描いていこう。どんな顔してたっけあいつ。あ、やばい、クソうまい。せーので見せていきましょう。せーの、はい、じゃじゃんじゃじゃん。どうやさ、あれ負けたくさい。ちょっと待って。あー、なるほど。待って待って、あ、目そっちだ。勝った、はい、口は金子だな。でもせやね、せやね、口は金子。でも、なんか首に金玉ついてない？これ何持ったの？違う、首に金玉は首は私首に祈祷みたいなのついてるから。ほんとだ祈祷と金玉、最悪だな。聞いて、あやになってから初めてサインできました。え、見たい見たい。猫のつもり。ねえ、かわいい。クソシンプルじゃない。クソかわいい。はい、てなわけでまあこれ多分私負けただろうな。まあコメント欄でドラえもん第1回戦どっちがいいか決めてください。よろしくお願いします。第2回戦、はい、お題はスヌーピー。あいつか。あいつ小学校の時なんか給食のナプキンがスヌーピーのやついたよね、うん、てなわけで第2回戦ガッチラゴー。こっち見んなよ。見てねえよ。見てねえよ。見てねえよ。え、体とか全然知らないんだけど。できた。え、顔だけ？体は？体もいった。マジ？ちょっと待って。体？はい、というわけで第2回戦、はい、お題はスヌーピー。せーの、どん。ちょっと待って。これさ、顔めっちゃ微笑んでない。前さ、金子にさ、うん、昔さイラストを描いてさ言われた言葉を覚えてて、何？天下の絵見てると、うん、狂気を感じるんだけど。不安になるってやつ。不安になるってやつ。AC にいそう。いそうだよねそれ。スヌーピーってこれだ。こっちだね多分。こんな頭してたわ。自信ないけど体は。ラスト、ラストでございます。3つ目のお題。はい。あの頃を思い出そう。リベンジ、セーラームーン。セーラームーンでございます。はい、書いていきましょう。こっち見んじゃねえよ見てねえよ。こっち見んだよ。ミラクルロマンス。え、もう書き終わったできた、はい、はあ、今日もテカリが息してる。テカリンロマンス。へぇ。テカリンロマンス。テッカリテッカリどんどん。不思議なテカリが手がいたらどうしようどうしよう。びっくりびっくり。ビンビン。ビンビン。せーの。こちら。あー。どれべ。いやいや。あ、でもこっちは頭にそんなんついてたわ。でしょ。いや、でも、トータル的に見たら、なんか金子の方がセーラームーンじゃないのに、なんかあれが、あれ感が出てる。漫画家感。漫画家みたいな絵描くよね。わかる、なんか描いた人に似たのか、ちょっと顎しゃくれちゃったんだけど。ってなわけで、はい、まあ、今回は魔法のバナと、まあ、ドラえもん、うん、スヌーピー、セーラームーンと3つのお題サイン付きで書かせていただきましたけど、視聴者プレゼントしちゃえば。みんなこれ欲しい？欲しいよね。欲しい？要望が多ければ気持ち次第ツイッターの方で告知させていただくので、はい、よろしく。はい、ってなわけで本日もありがとうございました。ガトショコでした。この動画が良かったなって思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ寝る。ってなわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。これから4本撮りんじゃね。ワイはエクステがなんかエクステバイビーバイビー。よし。